リトミシャルチェコにおけるリトミシュルの位置、リトミシュルはチェコパルドゥビツェ州に位置する都市。市の中心部に位置するリトミシュル城はユネスコの世界遺産に登録された。リトミシュルの最も東のボヘミアの街は13世紀頃に現れ始めた。この地は古くにトレステネスの経路の上に要塞化された集落がもともと存在しており、ボヘミアとモラビア間の貿易において、 重要な地点であった。1918年までオーストリア帝国の領土であった。また、ボヘミアに94あった、ベザークシェイプマンシャフトン、またはオークレスニーヒジトマンストビの中の一つである同盟の行政区分の中心地であった。リトミシュル近郊には、タンパから中波の電波局が設置されている。この北緯49度497.00。 統計16度18-27.00に位置する電波局の短波発信機は高さ105メートルの電波塔を用いるチェコ国内で最も重要な短波電波局である。その少し南東、北緯49度48-38、統計16度18号には日本の125メートルに達する中波のためのマストが貼られている。ありがとうございます。